クレシン史上最高に使えないヒロインと噂されている映画暗黒たまたまに登場するグロリアこと東松山よね。彼女は劇中で合計50発も発砲しているのにもかかわらず、当たったのはこちらの最後の一発だけです。そんなクソエイムで役立たずのグロリアですが、彼女は弾は悪人にしか当たらないから安心しなさいと発言しています。もしこの発言が本当であるならば、最後の一発だけ銃弾が当たったことに辻褄が合うのではないかと思いました。こちらではグロリアの銃弾、マジで悪人にしか当たらない説を考察していきます。グロリアが発砲したシーンを順番に見ていきたいと思います。まず最初に健康ランドで不用意に一発発砲してしまい、これがテーブルに当たります。続いては大柄な佐竹に対して至近距離で6発発砲するも全くかすりもしませんでした。最もクソエイムを発揮したシーンであると言えます。ただこの佐竹はひまわりの面倒を優しく見てあげ、さらに人質であるひまわりを返した後にしんちゃん側に寝返るというクレシン屈指の善人です。つまりグロリアの銃弾が言葉通り悪人しか当たらないのであれば、善人の佐竹に当たらないのは当然であると言えます。そしてこの後のシーンに続けて2発撃つも当たりませんでした。続いて薄井先生が歌うカラオケルームの前でホステス軍団に向けて3発発砲しますが、これも当たりませんでした。そしてこのホステス軍団ですが、名刺交換はサラリーマンの神聖の儀式、誰も手出したら飽きまへんでとヒロシが名刺交換する間は襲わずに待っていました。敵ながら礼儀を心得ているため完全な悪人でないことがわかります。そのため佐竹同様にホステス軍団にはグロリアの銃弾が当たらなかったと言えます。次はいよいよクレシン史上最強の男ヘクソンとの対決シーン。10発もの銃弾を放つもヘクソンには当たりませんでした。そしてこの時のヘクソンですが、グロリアを殺せたにもかかわらず気絶だけで済ませています。同様にしんちゃんたちや玉ゆら族たちも殺していません。冷徹無比なイメージがありますが、ひまわりだけを連れ去り必要のない殺しはしていないことから根っからの悪とは言えません。そのためこの時はグロリアの銃弾も当たらなかったのではないでしょうか。続いて玉読み族の本部では真帆に向けて作中最多の15発を撃ち込むも当たりませんでした。その後エレベーターに乗りながら8発撃つも当たらず、ローズからはうちの弟たち撃たないでよ、狙っても当たらないとは思うけどと言われる始末。エレベーターを降りた後には玉王中群れとヘクソンに向けて4発発砲するもこれも当たりません。そしていよいよラストのひまわりを人質に逃走しようとするヘクソンに向けて撃つシーン。しんちゃんがリラックスさせようと耳に息を吹きかけます。するとグロリアは思わず発砲してしまいますが、これがヘクソンの右足に命中するのでした。狙わずに撃ったのがたまたま当たっただけと思われがちですが、悪人にしか当たらないのが本当だとしたら。というのも足を撃たれた後ヘクソンはひまわりを投げ捨てるという畜生行動に及んでいます。もしかしたら銃に撃たれずともひまわりを投げ捨てて逃げていたかもしれません。つまり情けのある時は銃弾が当たらなかったが、最後に本当の悪人になってしまったことで銃弾が当たるようになったとは言えないでしょうか。物語をこうして見返してみると、グロリアの弾は悪人にしか当たらないから安心しなさいという発言は辻褄が合っているのです。またヒロシに警察官になった理由を聞かれ、グロリアは正義の味方になりたかったと発言しております。制作者側もそんな正義感の強いグロリアの銃弾は悪人には100発100中のチートという裏設定を盛り込んでいたのかもしれません。というかそうでなければ本当にただの使えない残念なヒロインになってしまいます。ということで
グロリアの銃弾、マジで悪人にしか当たらない説でした。ご視聴ありがとうございました。